エミール・ボードル・メール・サンピエール・ド・モンルージュ教会、パリ14区、ジョセフ・オーギスト・エミール・ボードル・メールは、温当な実利主義のフランス人建築家。エコール・デ・ボザールにおいて、合理主義の潮流を形作った人物。ボザールに学び、プルーエ・アトリエに所属。ブルーエとジル・ベールの下で修練を受けた後、1854年、ローマ大賞に挑戦し、 アカデミー建築部会での審査では全員一致で対象に選出されたが全体投票で自席となる。そのため自費でローマに赴き古典主義建築について造形を養う。帰国後は古典的な配置論に基づきながらロマネスク様式やビサンチン様式のモチーフを多様、19世紀後半の中世回帰の思想を自ら体現、これらから 中世の理想を見出し、建築形態に配置上と構成上の合理性を追求する。パリ16区オートイユの丘にあるノートロダムドートイユ教会はロマネスクでもあるが、内部にはずっと壮大な石のボルトを用いている。大規模建築で有名なモンマルトルのサクレクール寺院は、ポール・アバディの手により1875年に着工された。これは、 ペリグーのサンフロン大聖堂に示唆を受けており、サンフロンはアバディが悪意的に修復した教会として知られる。1860年から1880年にかけてアトリエパトロンを務める。ブルーエとジルベールから学んだ精神に基づき、パリの大規模な建築になるサンテ監獄を最初に手掛けた。1863年、パリ14区、プティー・イコール・モンルージュ地区の サンピエールドイコールモンルージ協会設計に指名されて、ここではまさに彼の温淘で率直な性格からゴシック様式よりはむしろロマネスクを選び、この建築は米建築家ヘンリー・ホブソン・リチャードソンなどに多大な影響を与えたという、ありがとうございます。